ビビッとゆめぷしゅ放送私がゆめぷしゅ団長のねむこです。よろしく。そして私がさっきビールで決めてきた、あ、決めてきちゃった工場長のおパンツ春菜です。あ、今夜は2人で60分間最後までよろしくお願いします。お願いします。この番組は皆様のコメントもお待ちしております。ショールームでご観覧の皆様は書き込みコメントお願いします。こちらのメールアドレスもぜひコメントお願いします。そして今スタジオにいるあなたもぜひコメントお願いします。今日はね、私たちのこと知ってる人も知らない人ももっと知りたい人もたくさんいるのでね、自己紹介をするのは普通なのでタコ紹介をお互いにし合いたいと思います。まずはね、隣にいる女の子、名前は一発で覚えられると思います。おパンツ春菜です。わーい、まあ、みんな気軽におパンツって呼んであげてください。おパンツはですね、まあちょっとさっきね喋ってるの見てみんな感じたかもしれませんが、ちょっとポンコツな部分がね見え隠れするのですが、実はねグラフィックデザイン、衣装制作などもすごく手掛けていて、今はアイドルのプロデュースもしているめちゃくちゃすごい人なんですよね。この人間性とのギャップにメロメロ間違いなしですのでね、今日ねこの60分楽しんでいっていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。では隣にいるのが我がね、我がアイドルねむこでございます。ねむこです、よろしくお願いします。アイドル活動をね中心にソロだったりソロのねアイドルだったり、今イメプシュってアイドルグループを立ち上げて2人で立ち上げて、いろんな団員もいっぱいいて緊張してる？うん、リラックスしなよ、うん、奮闘しております。撮影会とか面白いコンカフェとかもね、いろいろやってるオールマイティーな可愛い人材でございます。ありがとうございます。丁寧に説明していただきました。ちょっとね、春菜はね、上がり症なところがあるのとね、陰キャなところがあって、そこも私は好きですね。みんなにもね、もっと春菜の、もちろんねむこのいいところも知っていただきたいので、パーソナル一問一答していきたいと思います。まず、子供の頃の習い事とか趣味なんですけど、何やってました？習い事は特にしてなくて、うん、まあ、塾ぐらいしかですね、うん、で趣味は、なんか、まあ、その時から結構なんか裁縫とかが好きで、なんかケーキ、フェルトでケーキとか作ったりとかしてました。なんか売ったりしてたのさ、飾ってるだけ。飾ってるだけ。小学生の時からさ。もう家にないの？あ、でも未だになんか裁縫箱にこう針山で使ってます。こんなにしてあるんだ。私はね、小学校の頃水泳やってて、その後ダンス、ジャズとヒップホップやって、あ、それこそ塾行って、うん、でぐらいかな。趣味はね、漫画読むのがすごい好きだったのと、あと、弾くぐらいテトリス得意だった、うん、ずっと一人で黙々とね、いいテトリスやってた。めちゃくちゃ得意なんでね、ぜひ勝負したい人いたらかかってきてください。ぷよぷよ派です。ぷよぷよ。このイベントでもね、ぷよぷよで対戦し、うん、する企画やってたもんね、うん、子供の頃好きだったことなんですか？好きだった頃は、小説がめちゃくちゃ好きで、ずっとそう、なんか友達から昼休み遊ぼうって言われても、いや遊ばない、小説読むからってこうずっと読んでる変な子でした。何読んでたの？あ、なんか浅野敦子が好きで、うん、ナンバーシックスとかがめっちゃ多分推理系。いや、うんとね、BL 系。真剣に聞いた私がちょっと、まさかこんな笑うことになると。小学生からそんな感じでした。推理系とかブロード、小学生にしては早熟だね。子供の好きだったものは何でしょうか？私ね、ガチャガチャとかでストラップとかキャラクターのポケモン好きなんだけど、うんうん、のここのストラップのネジ外して、このちっちゃい小物で、うん、こんにちはとか言って、シルバニアファミリーとかで自分のやりたい理想の家とか、うんうん、
立ってたり、段ボールで作ったりして、妹とかいたこと、ねえねえみたいな。ごっこ遊びするのがすごい好きでした。かわいい。真逆かも。ぬいぐるみ、ぽい。ぽい。それが今やぬいぐるみを使う仕事かなって思いもしなかったですね。この活動を始めようとしたきっかけをお願いします。この活動、そうですね、まあ、仕事、まあ、もともと社会人やってたんだけど、うん、なんかいろいろ全般、なんかブランドの全般任されてて、そうだったらなんか自分でやってみようかなみたいな感じで、ね、おぱんてっていうブランドを立ち上げて、なんか配信とかも始めて、うん、そっからちょうどなんかミス ID がちょうど始まったから、お申し込んじゃおうみたいな感じで、でミス ID って一緒に受けたやつだよね。そうめっちゃ始めたの、活動始めたの最近。そう本当にミス ID が始まった時にちょうど始めた。え、めっちゃ勇気いるよね、 それね。で、コロナの時、うん、そうコロナで、そう、なんかコロナでつまんねえなーみたいな、なんか自分で新しいことやろうみたいな、すごい感じでね。なかなかやっぱコロナ禍ってさ、新しいこと始めるの勇気いるしさ、うん、結構踏み出すの大変なのに、うん、勇敢なのか何も考えていないのかはあなた次第。でも今こうやってね、形になってるからすごいよね、うん、そうだね。私もなんか結構似てるかもしれないんだけど、なんか私も社会人やってて、うん、それだいぶ前の話なんだけど、うん、でなんかこのまま終わるの嫌かもと思って、うん、なんか成し遂げたいというか、うん、達成したくて人生を、うん、なんか活動通してなんか自分の存在意義みたいなものを見つけれたらいいなと思って始めて、まあ、今も模索中なんでね、うん、楽しんでやってもらえたら嬉しいです。自分のラッキーアイテム、癒しアイテム、これこの前なんかそのデビューライブとかも終わった後もまだまだ衣装依頼とか来てたり、私もライブ詰め込みすぎちゃって休みが全くないみたいな。2人ともなんか休息を取った方がいいって思ったらなかなか取れないみたいな。ラッキーアイテムとか癒しアイテムがあったら変わるんじゃないかみたいな感じで。なるほど。そう、ある？眠子。唾飛んじゃった、恥ずかしい。ノータイムネムコ、ネムコだな。じゃあいらないね。ねネムコだよね。ネムコでした。じゃあ春菜って言わなきゃかな。じゃあ春菜って言わなきゃな。私あのスタバで甘いの飲んで、うん、ラーメン食べて、熱いお風呂入って、ふかふかの布団で寝てみたいな。それありきたりだけど、そういうの意外と好きなんだよね、うんうん、あと海見たり山見たり、あーなるほどね、ろうそく見たりしてこっち、めっちゃいいんだって。今度見せてあげるね。めっちゃいいの、超おすすめ。スタバ一緒に飲んだね。そう、スタバも一緒に飲んで、うん、美味しかったね。初めてフラペチーノ、ね、飲んで春、うん、口がずっと甘い甘い。いつも何飲んでんの？いつもティー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 。普段はでもアクエリでしょ。うん、スタバなんて1年に1回ぐらい多分。あんまり行かないね、うん、春菜からスタバ行こうとか、まあ、聞いたことない、うん、居酒屋行こうって。好きなさ食べ物とかあるの？ステーキ、肉、酒。怖い、海賊みたい。海賊か。でも私もラーメン、寿司だから似てるかもしれない。いいね。なんかご飯の趣味めっちゃ合うんだよね。確かに意外とね。なんかご飯何食べ行く、うん、みたいな。何でもいいけどこれとこれとこれは好きみたいな、うん、え待って私もみたいな、うん、だからご飯の趣味合わないってなかなかね、うん、難しいからね。意外とそう趣味合う、うん、居酒屋行ってもメニューこれこれこれ、うん、それなって、ね、一番最初に頼むものせーので言おう。せー居酒屋ね、うん、一緒に居酒屋行った時、うん、せーの、せーのポテト、やっぱりね、ポテトね。そうポテト、ポテト、フライドポテトめっちゃ好きで、だいたいガーリックか明太じゃない、うん、あれば間違いない、ガーリックか明太、うん、やばい今のめっちゃ気持ちいいね。ちょっとビールって言うかないんだけどね。あー確かに確かに、絶対でも食べ物のことだな、うん、食べ物のこと。あるなね、意外とビール飲むね、うん、ビールかワイン、ビール、日本酒、ワイン、おーいいね。
酒好き。春菜が酔っ払ってるのめっちゃ面白いのでね。春菜はね、平日はスナックおぱんてっていうイベントを主催してて、うん、土日はおぱんて喫茶っていうイベントを主催してて、うん、どちらもね、お酒飲めるイベントなのでね、こちゃこちゃにお酒飲まして酔わせて、変な春菜をぜひ見にいらしてください。アイドルライブの付き添いで来てくれるときは結構真面目というか、うん、まあ私が禁酒宣言を、はい、とあることが大きい。ライブのね、特典会中にね、うん、もうベロベロになってたのかな。なってない。なんかみんながそう、私がその行くと、あ、春菜、ビールあげるよっつってなんかチケットくれて。アイドルのライブハウスって入場料とは別にドリンクを1杯頼むっていうシステムになってて、うん、そのドリンク券を、ファンの人が春菜にくれてそう物販前に酔っちゃうっていう、うん、ライブ始まってから物販までっていうの意外と時間もね、うんうんうん、なんかあ、飲んで楽しんで2、30分後とかに始まるから、うん、ちょうど酔いが回って、うん、心地いい時にね、うん、始まるからこりゃ回るよ。なんかね、本当はこの禁酒になりました。あとショールームのね、コメント読むんだけど、ご覧ください。あれ読んでみる。いつも楽しく見ています。とっても可愛いお二人。今日は北千住行けなくて本当に悲しいです。ですがまた機会があったら来たいですとのことです。はーい、見えた。コメントログって書いてある。目こすってもう一回見てる。書いてあるかも。あ、いっぱいある。幻想がね、見えてる。ちょっとじゃあ話進めてしまうか、うん、もう少し話すか、うん、そうだね、どうしますか。まあ、進めちゃって、そこで膨らませていこう。じゃあ、ねむことはパンツ春菜の秘密編、わーい。はーい、ねむことね、おパンツ春菜の秘密について探っていきたいと思います、ね、結構ね、最近ねむこと春菜を知った人が意外といて、うんうん、なんか意外と聞かれること、え、どういう出会いだろうみたいなとか、うんうんうん、めっちゃ言われる。そうそうそう、うん、最初はね、初めて出会った時の、うん、出会った時にしようかな、うん、出会った時。そうだね、出会ったきっかけか。きっかけ、そう、私がまあねむこミス ID でいろいろ調べてて、で、え、この子かわいいって思ってフォローして、で、なんかリップ来たから、あ、これはチャンスだと思って、おパンテキーさを私からナンパして、実はなんか今まで自分から声かけるのすごいなんか陰キャなんでできなくて、でもこの子はクソタイプだと思って初めてナンパしました。恥ずかしい。ミス ID っていうのが私と春菜が受けてる、うん、なんだろう、ちょっとサブカルな女の子のミスコンみたいな形で、うん、それが2022年ね、うん、ファイナリスト、2人ともファイナリストで、うん、そのきっかけで知り合うこととなり、うん、最初の第一印象はもうお互い全く逆でした。私から言おうかな、うん、春菜から言う。あ、私から言う。じゃあ春菜から。そしたらもう写真見た時からかわいいって思ってて、で、おパンテキッサでその誘った時に初めてキャストで来てくれて、もう予想以上に返して、あ、かわいいってなって、裏でかわいいね、あの子かわいいね、あの子って感じで陰キャ発動してました。陰キャだった、めっちゃ。私はなんかお店のオーナーさんだし、すっごい大規模なイベントしてるし、そりゃもうすごい人がいると思って、期待に胸を膨らませて行ってみたら、一回も目が合わなくて、で、早口で何言ってんのか本当にわかんない。で、今もなんか喋ってる時たまに何て言ってんだろう思う時あるんだけど、説明も何にも頭に入ってこなくて、え、陰キャだってなった。この子めっちゃ陰キャだと思って、でもなんか意外となんか人が混んでくるとオロオロしだして、あんまり人に慣れてないのかなと思って話聞いてみたら、結構家にいることが多くてみたいな、うちうちの作業、ね、やることが多くてみたいな、うん、あ、なるほどねと思って、うん、結構私は外に出ることが多かったから、うん、内側でやれる仕事、外でやれる仕事で分担今できてるから、うん、めっちゃいいなっていうか、うんうん、最近は慣れてきたけどね、うん、パンテキスは初めの 1,2 回はもう本当に全然喋りかけられなくて、もうずっとオロ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 。いや、そうなんだよ。私意外とそのコンカフェ歴長いから、知らない人にも結構グイグイ話しかけ
るのは別に嫌いじゃないんだけど、うん、オーナーが話しかけてないってことはこの店話しかける雰囲気の店じゃないみたいな。でもなんか一生懸命話しかけに行ってる、あ、なるほどねって感じで、あとからなんか話聞いたらいや実はコンカフェ働いたことないけど、うん、やってみようと思ってて、うん、みたいな、え勇敢すぎないと思って、すごい感動したんだよね。お客さんでは行ったことあったけど、うん、あ、そういうこと。よくなんかさ始めようと思ったの、一番苦手なことなわけじゃん、自分が接客業っていうか、うん、そう、配信をしてて、うん、で配信って結局やっぱり直接会えないから、うん、でもなんかオフ会したいけどそういう場所ないなみたいな人がいっぱいいて、でこれはなんか流れ的に絶対今回流行るぞ、うん、流行るぞ流行るぞと思って、うん、でそのコンカフェがなんかコンカフェみたいになる前に喫茶みたいな感じでやって、そしたらコンカフェって名前できてみたいな、当たったねみたいな、俺の予想当たったみたいな感じでした。めっちゃツボなんだけど。めっちゃ俺の予想当たったねがめっちゃ面白そう。それなんだろう、たまに出る俺キャラいるよね。うん、あ、俺になるね。そう、そう、なんかたまに強気な時、変な時があって、俺ってな、うん、パンテ喫茶で働いてる時と、なんかトラブルあった後、俺に任せとけって言う、え、海賊王だっけこの子ってなる時あるんだよね。不思議だよね。普段一人称は春菜っていう、うん、バラバラかも。私とか春菜とか、うちって時もあるよね、うん、なんかプリキュア見てた世代は自分のことうちって言ったりするって聞いたんだよね。うちはないかも。なんか私、春菜、俺、どれかな。私もあんまりさ、うん、一人称定まってないっていうかさ、うんうんうん、めうこさって言った時もあるし、サメはさとは言ったことないけど、なんだ、私とか、うん、オイラとか、うん、僕とか、オイラって言うよね。なんだっけ、うちも言うし、うん、なんかあんま昔から一人称定まんなくて、うん、なんか不思議だよね、うん、一人称定まってる人逆にすごいなって思うっていうか、私は逆に私がね違和感あるんだよね、 私っていうことに関して。そう私ゾワってする、から俺春菜の方が、うん、私使ってるんだよな、不思議、私って言ってるよ今。違和感の中で生きてるってことね。そう、社会人になってから私を使うようになった。なるほどね。それまではずっと春菜。なんか春菜のさ、うん、あの TikTok 見て最近すごい心境の変化を感じたんですよ。最初の方の投稿は、うん、めっちゃエモい感じで、うん、クリエイターっぽい、ねるねるねるね練りながらすっごい長文のメンヘラ文みたいなのを書いて、うん、めっちゃ雰囲気あるいいなと思ってたら、途中からダンス踊れません。急にアホになっちゃって、あれ一体どういうあれなの。まあ、ミスアイリーの時は頑張ってた。あれちょっと無理してる姿なの。いやー、まああの時は病んでたから、うん、精神が精神が落ち込んでたの。そう、メンヘラ系みたいな感じで、うん、結構そういう文章とか書き溜めたりとかしてて、うん、そうだね。だから最近だから眠子に会ってからはっちゃけ始めたのね。私のせいだったんだ。楽しい。私のせいだったんだ、あれ。ねむこのせいだ。謎ダンス踊り出すの。そうそうそう、頭おかしくなったのはねむこのせい。私のせいだったのか。悪いことした、それ考えると。良さを潰した気もするし、みんなにこう親しみやすさを提供できたような気持ちもするし、うん、なんか複雑な心境ではある。なんとなくね、うん、なんとなく複雑かもとは思う。なんかちょっと次、私の話してよ。ねむこ。そう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 。ねむこ話ないの。ないの。ねむこは可愛いよね。なんかないみたい。ちょっとないみたい。あ、こないだそうだ、これでいいのかな。なんかライブでね、なんか栃木のアイドルさんが見てね、うん、なんか、あ、栃木から来てるんですみたいな。あ、そうなんだ、じゃあすごい遠征だねみたいに言うから、そう、後であの栃木どこかわかるって言ったら、関西でしょ。みたいな。関西みたいな。京都の隣。みたいな。関東だよっつって。やっぱ分かってなかったのか。あれは手羽先のとこの話なんだっけ。手羽先のとこなんだっけ。あ、名古屋。
そう愛知愛知なんか今全部ネタバレされたみたい。ネタバレしちゃった。名古屋愛知新全部これで理解できるよ大人ならね。みんなまで言わなくても絶対みんなパズル組み立ってるよ。まあなんかね、名古屋行きたいみたいな。名古屋え、なんだっけ、どういう感じだったっけ。いやあのね、なんか結局説明するんだけど、あの名古屋の遠征行ってみたいよねって話になって、えね、確かになんか手羽先とか有名なんでしょみたいな、行ったことないんだよねみたいな、あんまり旅行とかしたことなかったからさみたいなね、みたいな手愛知とかもさみたいな、なんか声声なって、えーそうなんだ、行ってみたい、名古屋と愛知って遠いの近いのとかえってなってえ、なんかなんでそんな冷たい対応するんだろうと思って、え、な、何と思って逆に切れて、何なんでそういうこと、何ねえとか言ってたらあのね、みたいな、名古屋は愛知だよってはぁってなって、そうなの知らなかったと、めちゃくちゃ衝撃受けた、え、そうなんだって、てんてんてんじゃって一瞬、うん、ん、どういうことど、何を言ってんだこの子は、すごいひどい顔してたよ、え何一回無視されたもん、え、もういい歩こうみたいな、嘘つかれてると思う、どう突っ込もうと思ってね近いって言ってくれたらよかった、近いんだから、近い近い近いと近い、いいしてんだめっちゃ近い、結構ね失敗もね、二、うん、人お互いね、うん、あるからさ、大失敗暴露大会やる、うん、そうだね、大失敗暴露、うん、あー私先言おうかな、先言うそっちの方が衝撃だ、え、衝撃かな、衝撃のやつが一個ありますね、じゃあ後にするよ、先いいよ、いや、ね、あ、まあねむこのね大失敗で一番最初に、まあなんか私がねむこの衣装を作るってなって、そっからなんかそうめっちゃ可愛いライブ衣装、大きいボタンのね、結構そこでね仲良くなったんだけど、うん、でそのなんか生地を探しに行こうみたいな、うん、で日暮里行きまして、うん、で一緒に生地探しに行ったんだけど、こう歩いてたらねむこがあっみたいな、やばいみたいな、どうしたみたいな、大丈夫かっす、大丈夫じゃないかもって言うから、後ろこうパッて見たら、あのカバンがもうびしょ濡れになっててえーどうしたの、水筒がいてて全部ぶちまけちゃった、しかも水筒ってとこがね水筒持ち歩いてるとこもやばいし、やばいやばいやばい、しかも買ったばかりのフリスクが全部漏れて溶けて結構時間経っててベタベタで、なんかめっちゃ自分足音するなって思ったし、後ろ見たらなんか足跡ベタベタついてるし、しかもお茶とミンティアがこう溶け混ざって、その時のカバンめちゃくちゃスー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 しためっちゃスースーした匂いするし、でも荷物全部ね、はるながコンビニでもらってくれた袋に移してビニールに全部移して出てティッシュでパパパパパで、なんかわかんないけど、はるなのカバンから多分30個ぐらいポケットティッシュ出てきて多分街のやつ全部もらってるよね、そうそうそう、配ってたら全部もらうから、あ、くださいくださいってそれで助かったね、布屋さんの服びちょ、あの床びちょびちょだったからさ、全部拭いてさ、ことなきを得たんだよ、そう、大変だった、大変だったもっと大変だったこといい発表して、うん、いや、なんかすごいなんか春菜がね、打ち合わせとかいつもしてってくれてその後に昼間打ち合わせとかしてミーティングとかして、うん、その後ライブってことがあるから、春菜ってあんまマルチタスクっていうよりも一点集中がすごい得意なんだけど、うん、まあその日もすごい大事なミーティング会議が多分他の会社の人と会って会議してから来て、いやもうほんと疲れたよみたいな、あーお疲れありがとうねミーティング行ってきてて、うん、何忘れてるでしょうかって言われたの、え何みたいな、パンツ履き忘れた違うよ、何充電器忘れた、違う、物販忘れたでしたって言われて、えみたいな、物販道具全部みたいな、うんとか言って、やっべーって思ったけどもう諦めた、パパに持ってきてもらったらみたいなえマジとか、キャリー丸ごとね、うん、忘れちゃいました、そう、まあ物販までに間に合えばいいから一緒とか言ってたの、え物販道具とは別に CD 持ってきてる、うわやっべーって急にその辺に座り込んで電話し始めて、やばいやばい CD がない CD がない早く来て早く来て早く来てほしいんだけどやばいっつってそのね写真をね、うん、SNS に投稿したところ大好評でした、ね、あの哀愁漂う背中みんな好きだったみたいで座り込んでね、こうやって電話してるね、そう、まあ結局間に合って、うん、まあ音源もね、別に送ればやってくれるみたいな感じだったから、うん、スマホに入ってたから、そうそう、よかった CD も間に合って、うん、その周りに助けられてるあの話、ずっとまだ未だにいじられるもん、いじられる
キャベツ忘れてないっすね、言われるよね。あってきてやす結構忘れ物多いんだね。多いね、不思議だ、うん、え、衣装の話していいのかな。うん、あ、明日の日の衣装のベルトなくしたでしょやばい、これ聞いてたら家のどっかにあるんだよ。やばいよね。今日ちょっと探します。小さい妖精いてさ、みんななんか持ってってるよね。うん、多分小さいおじさんがもうワッショコワッショイしてる、うん、夜中にね。アリエッティだね。うん、マックスだからうちは。やばいよね、一、うん、回なくしたら出てこないかもしれない、うん、私も一回入ったら出られないかもしれない。怖いわ片付けてもらおうじゃあね、早速なんですが、全然早速ではありませんけど夢プシをね、一緒にやるようになったきっかけについて話していこうかなと思って。そんな拍手するする一応乗ってみたものの夢プシュ始めるきっかけについて喋るかな、うん、何だったっけね。まず、まあ、そのさっき言った衣装を一緒に作ってくれるので仲良くなって、うん、まあ、おパンテも優先的に出るようになってって、うん、でその衣装を作ってくれるのが5月か6月ぐらい、うんうん、でねむこの生誕イベントがやりたいみたいな、うん、7月なんだけどみたいな、でイベント一緒にやりませんかみたいな、その時まだ敬語だったんだけど、うん、敬語だったね春菜さんみたいな、よかったら一緒に生誕イベントやりませんか、うん、みたいな、私あんま主催とか分かんなくて、うん、みたいな感じでお願いして、うん、で一緒にイベントやるために、だ春菜ももともと持ってるポテンシャルでいろいろこういうとこ予約した方がいいかもとかやってくれて、私は私でなんかこういうのやってみたい、ああいうのやってみたい、うん、アイディアと道筋みたいな感じでうまく噛み合って、うん、まあ、イベントもね大成功、うん、満員御礼よかったね。ではないけどいや、そのイベントも大変だったよね。イベントが君とねむっこっていうイベントで、ねむこの誕生日イベント、対バンライブみたいな感じで、まあ、踊ってみたの子もいるし、アイドルさんもいるしっていう感じで、で午後にはカフェイベント、おパンテ喫茶みたいな感じで飲めるイベントみたいな、うん、普段お給仕しないような子がお給仕してくれるっていう最高のねイベントだった、うん、楽しかったねあれね。うん、楽しかった。あれがきっかけでなんか一緒にやれそうかもみたいな、うんうんうん、なんか苦手なことが得意で得意なことは苦手でみたいな、うん、いい関係性だなみたいな、うん、っていうのがあったから、まあね結構なんかやってみたいねとは言いつつ、その時ね、うん、春菜はおパンテキッサとは別にウサギシンドロームっていうグループのプロデュースをしてて、で私は私で、ね、あの別のグループに所属してて、うん、だから全然まあ一緒にやりたいねとはいつも別に、ね、まあやるのはちょっとまだ、うん、忙しいかなみたいな、それぞれバタバタかなみたいな現実味のないやりたいねだったんだけど、うん、まあ紆余曲折あり、うん、同じタイミングで2人とも手持ち無沙汰になりみたいな、うん、じゃあやるってなって。そうだね、の前にねむこのソロもねやり始めてね。うん、そう、あ、そうだ、そう、ねむこのソロが一人でソロの、うん、アイドルなんですけど、全部一人でやってて、ブッキングとか特典会の準備とか、うん、撮影とかも全部一人でやってて、まあ、ちょっとさすがに大変だなと思って、やってくれないみたいな、うん、いいよみたいな、全然やるよみたいな、これ春菜のまだいいよ全然やるよやってくれて、うん、そうだね、そっからグループとか できたらこういうのしたいねとかいろいろ話してたんだよね、うんうん、これやったら面白そうだ ねみたいなね、でなんかタラレバみたいな、タラレバっていうのこういう時、うんうん、合ってると思う、これなったーとか、タラレバって言わないか、どうなんだろう、二人で夢物語をこう話してた、うん、そしたらまさかねこう現実にできそうみたいな、うんうん、できてるかいやもっとねなんかね、まあ、後半に話したいと思うんですけど、もっとね、うん、いろいろねハッピーな感じにしたいなと思ってます、うん、あ、これ言い忘れたよ、お互いの好きなところ。お、お互いの好きなところ、うん、ないかも。ええ、ご飯の時みたいにせーので言う、せーの、全部手汗すんげえかよなんかバカップル配信みたいな最悪
やった後からアイコン黒くなって分かれましたになっちゃう今だけ今だけめむこツンデレなんだよね急に今だけだツンデレねむこだ急に喋る気なくしちゃってボールペン見始めちゃった恥ずかしいじゃあ次の話行こうかな夢ぺし編行きましょう、うん、はいメンバーの第一印象は何ですか第一印象じゃあまあ最初ゆいゆいからうんゆいゆいまあ最初そうだななんか面接の時は結構ちょっと忙しあの前のねあのグループがあったから忙しくて、うん、なんかなかなか会う機会そこまでなくて、うん、でイベントで初めて春とうたたねっていうイベントをあの2人で2人のコンカフェみたいなの開催してて、うん、そこで初めて会ったんだけどなんかすごいお姉さんみたいなお姉さんっぽかったそうお姉さんっぽかったお姉さんって感じ。あとチーカーめっちゃつけててすごいチーカーめっちゃ好きなんだみたいなねすごかったね確かに、ね、でボードゲームとかもなんかいろいろ持ってきててねみんなで一緒にやって、うん、楽しかったね私が全部崩してんだけどなんかあのタワーみたいな感じのやつでそれをなんか棒をこう刺してってみたいなで倒した人がなんか負けって感じなんだけど全部私倒してめっちゃ説明下手だね先にね、結果を言っちゃうんだよな結果言ってから、あ、そうだったこういうの見てないんだめっちゃ面白い結末言っちゃう結末言っちゃったね私はね、ゆいゆいの第一印象はその春とうたた、あ、待って、面接の時はめっちゃ質問とかしてきてくれたの、うんうん、こうやってこうなんですかとか、こうやってあなんですかみたいなうわ、めっちゃ話聞いてくれてる、嬉しいが第一印象なんか面接ってみんな緊張してあんまりさ、うん、質問とかできなかったりすんのかなみたいなイメージだったけど、うんうんうん、多分面接してた中で一番質問してくれててでオーディションを一応したんですよ夢ぺしゅでオーディション期間中、フォロワー500人企画が即、うん、何達成したんですよめっちゃ早くてすごいこの子って思って第一印象はすごいこの子ですねいやすごい唯一クリアして、うん、唯一の生き残りなんです、うん、あの過酷なオーディションをね、うん、でそのオーディション中に春とたたねあって、うん、なんか結構明るい雰囲気と結構お話が上手だったからでその後配信いっぱいやってるっていうのも知って、うん、あそれでなんか結構人に好かれるんだなっていうのを感じて、うん、めっちゃ自分にはない長所がすごいいいなって思ってたのが第一印象、うんすごい話うまいいやそう言われるとちょっとハブい団員見習いのガオちゃん、うん、あ団員見習いっていうのが、うんまあ、アイドルでいうとこの研修生だったりなんていうのメイドカフェとかでいうと体験入店みたいな感じなんですけど、うんまあ、ガオちゃんの場合は、アイドル自体が初めてっていうことだったので一応団員見習いって形にしてダンスの練習とかを、まあ、ゆっくりねできるような環境を作ってあげたいな、うん、と思って、うん、でいろいろまた試練をねこっから、うん、今500人企画なんと達成したのでね、うん、ツイッターのフォロワーを500人にするっていうめちゃめちゃ厳しい課題があったんですけど、うん、なんと1ヶ月でクリアするつわもの2が現れたので1ヶ月とか多分3週間ぐらいかな1ヶ月も経たないで経ってないかなそう経ってないそっかそうめちゃめちゃすごいメプシュ団員はみんなつわものだからね、うん、みんなすごいからさじゃあちょっとガオちゃんの第一印象をお願いします、うん、そうガオちゃんがまず入ってきた理由がねむこちゃん推しですって入ってきてねむこちゃん推しなんですみたいなおっとライバル出現みたいなこれはライバルだぞそうライバルだって思ってそう、はい、そうあのガオちゃんも最初その春と歌ったのでお客さんとして普通に遊びに来てくれて、うん、でその時に会ってめっちゃ美人さんだよめっちゃ美人やべえライバルザワザワザワってなったらこれ何してんのこれ胸の音表現してるザワ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 この間もねなんかねむこさんの彼女の代狙ってるんですみたいなガオちゃんがそうガオちゃんが言って、うん、みたいなえ私それみたいな、うん、って言ったら春菜さんは猫でしょみたいなねむこちゃんの猫だからダメだよって言われて猫はいいんだ、ね、猫ですなんか良好な関係が築けてるようでよかった
怒られた。私はね、ガオちゃんは初めて会ったな。 PF 撮影会っていうのにガオちゃんも私も所属してるんだけど、なんかめっちゃ髪の毛が真っ白で綺麗なの、うん、え、地毛と思って、地毛とは思えないぐらい綺麗だった、うん、ね、綺麗だよね、うん、え、なんかそれってなんか髪染めてるんですか、うん、みたいな話しかけて、え、めっちゃ可愛いですねみたいな、私がずっと一方的に話してたのを一生懸命受け答えしてくれて、うん、はい、なんか病院行っててどこどこでみたいな、うん、なんか一生懸命調べてくれて、え、ありがとうみたいな情報だけゲットして、うん、おすすめの美容院だけ教えてもらい、うん、私結局それ言ってないんだけどなんかガオちゃんから紹介してもらいましたって DM だけして、うん、あとめんどくさくなっちゃって言ってないんだけど、ガオちゃんのね、その美へのなんかこの追求心にすごいなんかすごい素敵と思ったから、うん、マシンガントークかまして、うん、家帰りながらさ、こういう時って家帰りながらいつも反省しちゃうんだけど、うんうん、やっべー、喋りすぎた、絶対引かれてんよって思ってたら、ツイッターがなんかうるさくて、ピコンピコン、うん、え、何と思ったら、ガオちゃんが全部にいいねしてえと思って、そうなんだ、多分全部見てんな、リプライとかもまめにくれるようになって、で、なんか気づいたらだよ、うん、プロフィールにねむこって書いてあったいやいや、あなたはねむこじゃないと思ってお眠こ推しって意味でね、書いてくれて、で、なんかスタッフ募集したら、うん、スタッフやりたい、とにかくやりたい、来てくれて、うん、そっから気づいたらメンバーになってて、ね、すごいよね、びっくりした、うん、焦ったね、眠こ愛が、うん、頑張ってもらいたいですね、二人ともね、ね、うん、今ね、見失ってる、うん、あ、今この活動をやってて幸せだなって思えること、うん、何？幸せだなって思うことは、まあ、私、ねむこの実はオタクから入ったんですけどそのおっぱん亭喫茶行った後に、なんかアイドルプロデュースする話があって、うさぎシンドロームね、そう、その話あって、でもアイドルのこと全然知らない、うん、知らないからじゃあ見に行こうってなった時に、ちょうどキャストでね、ねむこがアイドルってことだったから、ライブ見に行って、ライブ見に行ったらめっちゃ良くて表情がすっごいもうキラキラしてて、もっと褒めて、超かわいい、泣きそうやって、え、なんかライブ泣きそうにならない、ねむこのライブうん、めっちゃうなずいてくる、泣いてる泣いてる泣きそうになって、もうそっから普通にもうお客としてねむこのライブ見に行ってめっちゃコンカフェとかも行って、普通になんかそう、シャンパンとかあげてくれてびっくりしたよで、普通にねむこ推しになっちゃった。ね、そう、最初この子めっちゃお金使ってくれるけど何が狙いって思ってた。そう、でもなんかおファン邸に引き込む感じもないな今思えば引き込んだ方が良かったよ、まあ引き込まれてここにいるんだけどさ、また再開してくださいね、もうなんかただただかわいいかわいい推しみたいな、春なんて言ったら神棚みたいなのにさ、ずーっとねむこに使ってやって、え、家族の人はこれどう思うんだろうって思ったらね、おぱん亭をお母さんもお父さんも手伝ってくれてるんだけど、春菜、うん、のお母さんはコラボグッズめっちゃ作ってくれて、うん、マスクに始まり、うん、アクセサリー入れとか、今度今ネックレス作ってくれてたりとか、すごいいろいろねむこグッズ作ってくれて応援してくれるし、うん、お父さんはねむこちゃん見てバーンってねむこ T シャツ毎回着て自慢してくれるこの前なんてさ、スキー旅行、春菜んちのスキー旅行についてたんだけど、スキー旅行にパパが半袖のだよ、ねむこ T 着てて、中なんか分厚いの着てて、そこまでして着てくれるの半袖どうしても着たいから、中一生懸命ね分厚くして着てくれて、一番上になるようにねしてくれて、すごい愛を感じてる。そう、いや、パパと春菜ね、タイプ一緒なの、好きなタイプ。あ、そうなんだ。そう、ショートでなんか、うん、幼くてちっちゃい可愛い子好きなの、うん、おまわりさんこの人です。怖い。でまあ話がずれたんだけど、うん、まあそう、推しとね合法的に絡めるのがね、幸せだよね。まあ、あとまあおパンテキサとかでもね、まあなんか可愛い子がとにかくそう好きで、女の子が夢プシュでね、可愛い子どんどん増えてるから、そう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 、ね、夢プシュのね、メンバーもみんな可愛いから、うん、可愛い子と絡めるのがもう幸せやばい、怖い運営かもしれない、捕まっちゃう、そのうち捕まっちゃう私はね、なんかやっぱライブ、まあなんかライブとメイドカフェ系と撮影会といろいろやってるから、またちょっと変わるんだけど、
ライブだったら向こうのライブ見て元気になったみたいな、うん、明日も頑張るねって言ってもらえると、ああやってよかったって思う、めっちゃ、うんうん、乾杯乾杯お、コメント来てるよ。ビギナーのボンボンさん、こんばんみ。今もまだ見てくれてるかな、ありがとう。お、ハロルドさんだ、こんばんは、見に来てくれてありがとう。仕事おつ、仕事かわかんないけどおつぜひぜひいろんなね、なんか質問があればぜひぜひコメントとかもしててください。コメントね、うん、ぜひね、いっぱいお待ちしてます。これマイクなのかな、お待ちしてます、お待ちしてますASMR。 じゃあ丸さん、これからどんなオリジナル曲を作っていきたいですか、うん、夢プシュのでいいんだよね、夢プシュ編だからね、うんうんうん、なんだろう、なんかおもちゃ箱がコンセプトで説明してなかった。コンセプト説明いける？うん、でもね、まあの下手なんで。ね、まあこの一瞬で察しちゃった。下手なんで。言葉が下手なんで。夢を見たぬいぐるみが私たちで、それをその名前をプッシュドールって呼んでます。で、夢プッシュっていうのは、そのプッシュドールが夢を見ている。っていうグループ名の由来になってて、おもちゃ箱から飛び出してキラキラと光る思い、これは、キラキラ光ってるのはみんなお星様たちのキラキラ光る思いにプッシュ押されて、動けるようになった不思議なぬいぐるみプッシュドールの物語になっております。お星様をたくさん集める物語をみんなと一緒に歩んでいっていきたいと思ってます。大丈夫、はい、片言になっちゃった。完璧。そう。なんだっけ。あ、それでオリジナルね。うん、おもちゃ箱がコンセプトだから、なんか今って可愛いふわっとした曲とか、うん、元気な曲が多いから、なんかおやすみワンダーランドっていう曲があるんですけど、ちょっとなんかなんていうの、バンド調になってる感じ、うん。それも結構気に入ってて。逆になんかもうちょっとダークなのとかあったりしてもいいのかなみたいな、うん、ライブ自体が物語っぽくなってたら、うん、なんか面白いかもって思ってて、うんうん、なんかオリジナル曲どういうのがいいんだ、今なんか作り始めてるんだよね、うんうん、オリジナル曲いっぱいにしたいたくさんにしたい、めっちゃ、うん、はるなはなんかキラキラ可愛い感じとかいや急に語彙力っていうかいつもだった可愛い感じにしたいね、うん、そうだね、なんかね、アニメが結構好きだから、うん、なんかやっぱ 2.5 次元っていうのもちょっとコンセプトにあって、そういうなんだろうな、なんかちょっとねアニメっぽい動きだったり、それに合った曲とか、うん、なんかアニソンみたいなやつとかもね、うん、あったらなんか面白いなと思って、なんかよく質問が来るんだけど、うん、おパンツ春菜はアイドルやらないのって質問がよく来るんですよ。ますね、その辺についてじゃあ回答をお願いします。そうですね。まあそもそも、まあ、ダンスがものすごく下手です。踊ってみる？やめとく？踊ってみる。うん、第一にそれがめちゃくちゃあって、うん、なんかね体がついてこない。よね、不思議だよね、面白いよね人を笑顔にする不思議だよね、うん、そうこの間その一曲だけなんかセラ服流さないでとをダンスで、うん、ちょっと披露をね、おやすみワンダラ、おやすみワンダランドかっていうね、うん、ライブ主催でやってちょっと一回だけ出たんですけど、でそれでまあなんか下手なのは分かってたけど、でも練習すればできるだろうと思ってたの、思ってたんだけど思ってたよね、そう思ってた、毎日それで練習して TikTok に上げるんだけど全然上達しなくてあれおかしいぞこれは天性の才能だと、いやあれはねわざとあれはね人を元気にするためにわざわざ恥を忍んでTikTok に出して、人を笑顔にするためにわざと下手でやってたんですよ、うん、本番はね、うん、さすがにね、シーンそうなんだね、めちゃめちゃ面白かった、ね、結構毎日あげたら結構反響あって、見てるよみたいな、すごい下手だねみたいな
おやっぱ下手なんだめっちゃ面白い。そうそう面白い見てて。今もうまだ踊れるの？踊れると思うよ。やってみる？ここで歌っちゃダメかな。もう踊ってたなんかぎこちない。てて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 てわざわざ BGM 止めていただいてむしろ緊張した、大丈夫手汗が手汗がまあね、そう、かわいい、かわいいからね、アイドルもね向いてそうなんですけどね。アレナが初めてその完全キャストとしてオフ会に出たのを目の当たりにしてるんですけど、なんかビールを飲みながらこうやって飲んでてうめえ、ただ酒うめえって言ってて、なぜかその接客したお客さんは面白い女と思ってその後もハルナのことね応援してくれてるんですけど、人が人だったらもう大炎上だよってぐらいリラックスしながらこう、そうそう肘ついてこうやって飲んでる、そうめちゃくちゃ飲んでて、うん、でもね、それを見た瞬間、うん、アイドル無理なんじゃないかな、まあ、みんなね、アイドルはね、うん、結構理想があったりするじゃないですか、うん、こういう感じ、ああいう感じとか、グループのイメージをそぐわないように、うん、きっとね、その真反対をね、おパンツは生きてるなぜなら名前がもうすでにおパンツなので、うん、名前の由来とかはね、多分この放送では言えないと思いますので、ね、まあ、気になる人はおパンツ春菜に実際に来て聞いてみてはいかがでございましょうか。ぜひぜひぜひ、うん、これ盛り上げていきたいとも喋ったっけ、うん、4番ってまだ OK、うん、ゆめぷしをこれからどう盛り上げていきたいですか。ババンババン、どうぞ。ウェイ今あウェイ今はね、ゆめぷしをね、とりあえずね、もう有名にさせる段階なんですけど、まあなんか有名になってきたら、まあ今からでも全然いいんですけど、なんかいろんな人と関わりたくて、うん、まあ、陰キャだけど、なんかいろんな人と関わるのがまあ好きで、陰キャだけなんかこういう人いるんだ、こういう人いるんだみたいな、なんかそういう人といろいろ関われたらいいなと思って、クリエイターとかもやってるのも結構オパンテキッサも実はやり始めたのもそういう理由で、クリエイターとかモデルさんとか撮影会モデルさんとか、うん、モデルさん2回行ったな好きなようなアイドルさんとかね、うん、そうね、配信者とかなんかいろんな人と関わって、うん、なんかいろんなことをやりたいなと思って、でそれと変わらずなんかゆめぷしもそういう同じ感じでいろんな人とコラボだったり、なんか面白いこと、新しいこと、普通のアイドルではないことをどんどんやっていきたいなと思ってます。確かに、うん、今度あさってデザインフェスタも出るもんね、うん、なかなかね珍しいかもね、うん、アイドル出てるの、うんうん、そうね、後で告知させていただくので、うん、しっかり聞いていただけたらと思います。私ねなんかピューロ見た時とかに、うん、うわこれかもって思った、うん、あと配信で言ってるのか見た時に勝手に名前出していいか分かんないかちょこそこそ、まあ、でもいいんじゃないかな、見た時に、うん、うわこれだってめっちゃ思ったの、うん、それは多分めっちゃ練習してると思うし、うん、なんかしっかりきっとなんか細やかな心遣いでライブをしているに違いないと思うから、うん、滝行に行って盛り上げたいね修行とかさ、なんか山にこもって修行とかさ、うん、してさ、うん、なんか滝行とか行ってさ、うん、なんか精神をこう邪念をこう捨て去ってやるのかなみたいな、あれって、うん、あれできるのってそういうことなのかなとか考えすぎ、うん、いやでもなんかあれすごい本当に好きで、パフォーマンスとかがもちろんビジュアルも衣装も好きなんだけど、ああいうなんか人の心を動かせるライブができるようなグループにゆめぷしもなってほしいなって、うん、まあなんかなんで一言なんだろう、したいなって思ってます、ね、なってほしいな、うん、めっちゃ一言なんです。まだ、ね、時間あるんですよ、うん、話したいことありますかって言われると緊張するタイプっぽいよね、うん、そうですねそうですね、なんかこれからさ、うん、作ってみたい衣装とかないの、なんか結構夢プシューはさ、うんうんうん、本邦初公開かもしれないけど、うん、衣装コロ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 変えたいよねって、うん、せっかく春菜があの衣装担当してるので変えたいよねって、うん、まあ時間ないけど頑張るかみたいな話もあったので、うん、なんかこういう衣装がいいなみたいな妄想話一緒にしようよ。あ、いいね、うん、今は5月だから
6月は作れないかな。8、7月、夏はどういうのがいい？夏な夏な今あれだもん、暑そうだもんね。そう今の衣装が長袖に穴が開いてて、パーカータイプになってて、下がかぼちゃパンツになってて、それぞれのイメージの動物がくっついてるっていう衣装になってます。めちゃくちゃ暑い、とにかく暑い。そうだね、うん、なんかシースルー素材とか使って涼しげな ね、 あ、いいね、なんか海とかを連想するようなね、海っぽく、うん、いいね、うん、いいね、うん、可愛いかも。確かに水鉄砲とか持ったりして持ってくの大変だねなんか、うん、アイドルってわけわかんないぐらい荷物多いんだよね、うん、不思議じゃない、うん、いつも不思議に思うんだけど、え、家でって思うぐらい全員荷物多いよねそうだね、ね、向こうもね、なんか自分より大きいんじゃないかっていうリュックをこう背負ってね、体小さいからさ見るとなんか、あれリュックが歩いてるみたいな、ね、でもそんぐらいね、でかくて重い。そうそうそう、手に豆できるもん、キャリー持ったら。だからリュックにしてんの、うん、いや、ほら本当だ見えないか。リュック派だよね、私はキャリー派。ハルナのキャリーめっちゃつまずくよね、うん、ガン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 しながら歩いて、引っかかるの私か、足でこうやってちょいちょいちょいあ、ごめん、人の荷物足で別にごめんって思ってないけど、ね、ごめんっていつも言う。足技だからあれは、そう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 、コツだ。何の話してたんだっけ。なんだっけ、あ、衣装、衣装だ私ね、1年の中で好きな季節あって、それがハロウィンが一番好きなの。あー、わかる、ハロウィン。ハロウィン衣装さ、なんか結構凝りたいな、うん、うん、凝りたい。なんか一人一人さ、違う仮装を、うん、なんか例えばねむこだったら、うん、キョンシーかけるサメみたいな、うん、なんかそういう可愛くしたい。うん、ね、ストーリーじみた感じのとかもいいしね。うん、めっちゃいい、うん、血とかさ、わざとっぽく、なんか何、あ、なんていうさ、レザーみたいな、うん、ツルツルの素材の血とかこうやってつけたら可愛いなとか、うん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 、妄想は広がるんで、できるかどうかは別としてね妄想はね、めちゃくちゃ広がる、うん、やりたいこといっぱいある、うん、あ、え、クリスマスはさ、なんかスノーハレーションみたいな。ああ、いい ね、 ね、うん、2人ともラブライブが結構好きなんで、うん、やりたいよね、絶対可愛いよね、うんうんうん、やりたい衣装いっぱいある、うん、いや、こういうのもさ、作りたくない？あ、そう、これ、うん、言っちゃおう、うん、これはね、ねむことはるな大阪遠征の時にパンティー喫茶に来てくれたピンクストロベリーさんっていう大阪のクリエイターさんがお揃いで作ってくれた。そう、ここはねむこのね、初期衣装、ボタン衣装に合わせて襟になってる、ハートの中に襟でボタンつけてくる。 それイメージして、めっちゃ可愛くない？お揃いで。もう売ってない残念だってデザフェスに出てくれるのかな。あ、出るっつだ、ほんと？と思う、うん、会えたら嬉しいな、また、うん、めっちゃいい子だったから、ね、うん、こうやってなんかクリエイターさんとね、うん、いっぱいコラボしていけたらいいよね、うん、そうだね、まあ、自分らがハッピーだから、うん、やりたいね、かわいいもんね。かわいいね、これメンバー全員だったら最高じゃない？確かに。サメとさ、うん、ウサギとさ、うん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 、ライオンとパンツでさ、パンツ一人だけ動物じゃない、ここにパンツ、工場長は出て絶対いいよね、うんうん、良さそう。それいいね、ねえ、うん、いいよね。声かけに行こうじゃん、どんどん行こうね。まず7月にね、23日もねむこの生誕イベントの予定があって、うん、イエーイ、イエーイ盛り上げようぜ。朝は、午前中はライブして、午後は、うん、カフェイベントかな、うん、いつも通りの主催イベントだったら、うん、それやってこうかなって、うん、なんか衣装作る？作りたい。どんなのがいい？でもさ、なんかその一番最初のに作った衣装がマジで出来良すぎて、あれいいよね。そう、あのボタン衣装めっちゃ可愛いよね。あれがね、最高なんだよ ね、 ね、だその次の衣装がなかなか思いつかなくてねヒーラー衣装もめっちゃ好きだけどね、うん、うんうん、かわいいよね。かわいい、最高の出来。うん、なんか確かに考えるんだけど、うん、メイドックとジャージにしよっかなと、うん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 、とか考えて、うんうん、いやでもジャージだったら結局あれが一番いいなチャイナにしよっかな、なんかここラインつけてジャージっぽく、うん、いいねいいね、ジャージチャイナ、ジャージだったらあれが一番かわいいなっていう、なんか毎回あれが結局一番かわいいかもってなっちゃう、ね、めっちゃ可愛い。初期衣装ね、めっちゃ可愛いからさ、うん、めっちゃ可愛い。なんかあれに上着とかつけたいみたいな話もね、うんうんうん、あったけどね。でもあれが一番可愛いんだよね
決めらんないよね。そう、パターンとかが最高。うん、あと喋り残したことあるなら言っちゃいな。ねむか、かわいい、ありがとう。いいのこれで、大丈夫。ねむこのかわいいポイント語る。はるな、ちょっとへさて、そろそろこの番組終わりの時間が近づいてまいりました。喋したら意外とあっという間だったね、うん、なんか配信とかしてる時みたいな感じだね、うん、今ね、このスタジオに来てくださってる方は後でね、特典会があるので楽しみましょうね。はい。めっちゃ楽しみ。来てくれると思わなかったから、うん、万歳してたよ、さっき2人で。ありがとう。そしてね、リアタイで配信見てくださってる方も、アーカイブで見てる、アーカイブも見れるのか、アーカイブで見てる方もね、ぜひ私たちのね、おパンテ喫茶、スナックおパンテ、ライブ、撮影会、配信、あと何があるに、ぜひ遊びにいらしてくれたら、とっても嬉しく思います。ぜひまたね、遊びましょう、みんなで。いっぱいね、告知があるんですよ。告知はじゃあ、春菜に任せてみようかな。OK です。まず近いところはね、5月20、21日に、まあ、先ほども話したデザインフェスタがあります。イエーイ。どんな感じなの、デザインフェスタ。デザインフェスタはハンドメイドのイベントで、ハンドメイド作家さんがね、いろいろね、あの所狭しとわーっとね、めちゃくちゃ広くて迷子になるぐらいあるようなところでございます。ハンドメイドの人のフリーマーケットみたいな感じなんだよね、うんうん。今日は誰と出るんですか。それをねむこと、あとおパンツママ、私もリアルママとね、3人で3ブースで一緒にやります。お母さんまたコケとヒノキ。コケとヒノキ。お母さんのブースのは木や森が気になる木。そう、気になる木。気になる木っていう名前で、クリエイターさん、うん、うん、クリエイター活動をしていて、苔とかヒノキを使った自然を使った作品を販売してます、うん、私も今家に飾ってある、うん、春菜はこういうパンチポシェット、ポシェットとか地雷系量産型のアクセサリーとかを主に作ってて、私は絵描いたり、今日も持ってきた物販とかを販売させていただきます、うん、でね、21日の日曜日なんですが、夢プシュライブだったのですが、急遽いろいろ大人の事情がございまして、ねむこソロライブと切り替えさせていただきまして、東京ビッグサイト西4階屋上、や、や、やが、屋上って屋上、や、や、屋上、え、屋上屋上パフォーマンスエリアにてライブさせていただきます。時間がですね、15時30分から15時45分の15分間となっております。その後に特典会もございますので、ぜひ遊びにいらしてください。そしてさっき言ったね、ハンドメイドフリーマーケット的なやつなんですか、ビッグサイト、同じ西館、同じかわかんないけど、の1階の B の67、68、69、覚えてください、67、68、69にて、ブースに多分ずっといますので、うん、フラッと遊びに来て話しかけてもらえたらと思います、はい、ぜひね、他のクリエイターさんの商品買ってお土産に持ってきてくれると万歳します。せーの、やったってなるのでね、ぜひ持ってきてください。好きなもの今のうち言っとく、ないみたい。ビール、ビールはクリエイターさんとね、ねむこはね、今ティフの選抜ライブ中でございまして、5月27日赤坂レイニーアルファさんにて、赤羽だね、赤羽レイニーアルファさんにて15時45分から16時ぴったりまで15分間ライブがございますので、ぜひ遊びにいらしてください。そのライブはあの投票制とかになってるのでね、いっぱいお客さんが来てくれると嬉しいです。嬉しい。まあ今月もあるイベントたくさんございます。今夜はありがとうございました。それでは皆さん、せーの、おやすみ。言いたいな。